1860年8月21日に英仏連合軍に占領された直後の大古砲台大古砲台は中国北京天津の海の玄関口にあたる大古に諸外国からの攻撃に備える目的で構築された砲台である。最初に砲台が構築されたのは明の火星定期の1522年から1527年にかけてである。 清になって1840年のアヘン戦争で、実際に外国からの攻撃の可能性が高まってくると、大古砲台はさらに増強され、イ、チン、ウミ、モン、コウの5つの大砲台と20の小砲台が設置された。さらにアロー戦争によって1858年6月に、外国との不平等条約である天津条約を結ぶと、 清朝内で諸外国に対する反感が増大してきたため、金佐大臣の総閣林水心に大古砲台の増強が命じられた。総閣林水心は1859年6月の大古の戦いで、イギリス・フランス連合軍を撃退したが、結局翌1860年8月21日に大古砲台は占領され、10月13日には北京も占領された。 1900年、新朝は、義和団の乱の最中に、外国列強から大古砲台の引き渡しを求められたがこれを拒否した。すると列強は、大古砲台を攻撃、占領したため、新朝は列強に宣戦復刻した。だが新朝は、列強の八カ国連合軍に惨敗し、その和平協定である北京議定書の中で、大古砲台を撤去することが明記された。現在、 放台の跡地は2つが現存しており、その1つが1988年に補修され、1997年6月から公開されている。ありがとうございます。